皆さんこんにちは、シューポンキノコです。今日から新シーズンですね。ただ見たところ新マップも新青鬼もなく新ガチャだけのようですね。ということで都市伝説シーズンのようです。夏ということでホラーっぽいですね。テケテケ、名前は可愛いけど怪人赤マント、みんな刃物持ちすぎだよね。星にはやっぱりトイレの花子さんだね。ガチャを引いてみましょう。あ、復刻はクリスマスのですね。こっちを引きたいところだな。150連引きます。2倍速でお送りします。10連目、ハートピック発です。20連目、トイレの花子さん出ました。僕はもうこれで満足なんだけど。30連目、40連目、50連目、60連目、70連目、80連目、90連目、100連目、110連目、120連目、130連目、140連目、150連目は1回ずつ。ということでトイレの花子さんが3体という結果でした。それでは試合をやっていきます。今シーズンは新マップも出ないので復活した貞子マップです。僕このマップ好きだったので復活は嬉しいです。いくぜー。今日のスキンはロボットキャット、青パスの課金スキンなんですが、迷いに迷って昨日購入してしまいました。僕は断然猫派なので外せなかった。めちゃめちゃ可愛いです。後で気づいたんだけどスキンチェンジまでできてたみたい。取るのを忘れてました。前シーズンの結果は1092位でした。オーラ取れず残念。そして昨日はおかぎ祭りをやった方いますか？ツイッターでもつぶやいたのですが、宝の地図が出てましたね。結構取ったという方がいたようで、普通にご褒美祭りの出現率だったと思います。ただ昨日は月曜なんだけど祝日扱いなのでご褒美祭りはない日なんですね。だから財宝ステージは出なくて謎のステージに飛ばされました。これ結構やった人多かったみたいですね。最初はええとなったけど、それだけでした。新シーズンは新ガチャだけというちょっと寂しいシーズンになりましたが、このところ夏というのもあってホラー尽くしになってますよね。貞子のコラボもそうですし、18日からは妖怪大戦争とのコラボも始まります。この夏の気合の入り方は半端ないですよね。新シーズンはガチャだけですが、これまたホラー感満載です。と言っても僕は花子さん以外知らなかった。ということでネットで調べてみました。この2つどっちもウィキペディアがあってびっくりしました。結構有名なんでしょうか。テケテケなんて名前は可愛いですが結構怖いんですよ。列車にはめられて下半身もない女子高生が時速100から150キロの高速で笑顔で追いかけてくるとか、もう逃げられっこないじゃん。やばすぎですよね。怪人赤マントの方はいろいろな説がありますが、元になった事件があるようで謎だけど本当にあるかもしれないという、そういう怖さって苦手です。結局怖くて読むのをやめました。興味がある方は調べてみてください。ちょっと試合に戻ります。最終は外エリアですね。貞子マップの貞子には少し足が早めですよね。スローが出ると泣きたくなる。貞子鬼、こっち来るし。狙われてるね。スローの時でも、2マス進んで止まると鬼も、止まってくれます。焦らず進めば何とかなります。こんな感じですね。スロー切れましたね。あと8人、逃げよう。
感じかな。どうだろう。あとはガスマスクを先に使ったかの、かですね。あと一人どこ。あ、タイムはいけそうな感じ。よっしゃー、逃げました。さあ、貞子ステージです。ここでいきなりですが。こんな貞子ステージは、嫌だ。こんな貞子ステージは嫌だ。やってみました。半ば強引にぶち込みましたが、ちゃんとクリア目指してやっています。続きをご覧ください。ここ結構やばかったですね。それでは動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。